ここで、あれなんか嫌な名前が曹操軍の曹操殿が率いる軍勢が援軍として現れた。曹操も現れている。それはこれ一気に敵の兵数3倍になったな。曹操と曹操、果たしてこれで勝てるのかどうか。これ今城門突破されましたね。曹操が今他の部隊を動かして、曹操の行動力で今城門突破。これどうなんだろうな、この主軍の方を倒せば撤退してくれそうな気がするんだけど、倒せるかって話になるからな。今戻っていく気配があったんでね、これ曹操が南の方にね。なのでやってきてはくれなさそうだな。今敵部隊中入りましたね。あーこれ関与1個前にやる前に敵やってきてしまったな。この兵数城壁から攻撃やっていても全然好転してなかったからな。そして敵馬だから中に入ってくるのがものすごく早いんでね、ほぼほぼ互角の戦い。そして敵は指揮を取ってさらに部隊を動かしてきた。突破されそうかな。どうする、曹操を倒してもしょうがない。名前ありの武将を優先して倒そう。これ今手前側にもう部隊がいなくなっているけど、こっちが投石できるか。これうまく自分のいる位置が、ああ馬頭の位置も少しおかしかったな。この門突破されて即座に囲えるような場所に置いたつもりだったんだけど、全然そんなことがなかった。さて馬頭、ここ一斉攻撃を6回繰り返しましょう。上も一緒にやってくれればよかったけど。そして一斉攻撃やっても敵の方が強い。最後近接一発、ほぼほぼ互角の内容。互角ではダメなんでね。劉備は名前ありの、あ間違えた、死体の方か、本体かと思ったから攻撃普通にやってしまったけど、でもそっか、これ30日持てば確か敵撤退するはずだから、それまで頑張ると言っても今18だから耐えきれそうではあるんでね。計略同士打ちとかいけるかな。同士打ちをさせてやろうということで、まあ笑われてしまって終わってしまった。何度もできるね。今度こっちとは、まあダメか、家計の方がいいかな。うん、火がつかない。何もできずに終わってしまっている。これはこの場所を抜かれてもさらに奥があるので、多分時間30日は持ちそうな気がする。でそれが持つのはいいんだけど、その後持った後どういう動きをするのかがわからないんで、何とも言えない。任せてください。あーそっか、2回行動か。んで城門の方行ってしまっている。でも時間はかかると思う、突破するのは。あとは趙雲が戻ってきてるのかどうかがこの段階だとわからないので、全体マップとか見れないんだよね、この段階だと。さて竜壁は下に投石、
ある程度は減らしてはいるんだけれども、こんなんじゃダメなんでね。ちょうど手前に川があるから、そこで敵が少し足止めされているかのような状況。馬頭軍はどっちに攻撃するか、兵数少ない方か城壁にいる方か。おっと、押し出したね。これ下に降りるかな。そして計略混乱もある。ダメか。あ、ここ開いたことによってここから登ろうとするのかもしれない。あ、違うな、弓で追いかけてくるだけか。今21だからなんとか耐えられそうな気はする。で、自ら、そっか、押し出してしまったので投石ができなくなっている。これ誰だろうな、これ電報か。メリウリ、これは多分手前側にいる部隊しか届かないか。奥狙いたかったけど、中に一人また入ってきたな。総将、そして今動かせるのはバト。兵数少ない方を倒して捕らえるか。一斉攻撃、もう一度一斉攻撃。これで倒しきった。さらにこちら側突撃2回。今22、フィニッシュが。こっち側一斉はできない。近接1回。こうなってくると弓の強さが際立つな。曹操の軍が小兵器使ってて馬なんだよね。で、このゲーム自分の感覚だと馬は弓に強いっていうイメージがあるんだけど、このゲームは弓が馬に強いとなってるので、そのあたりを考えると弓を今後たくさん用意した方がいいんじゃないかと。火もつかないか。ダメだ、全くつかない。あっと、何かやってきたな。火か、向こうは火がつく。で、歩兵の方が弓に強くて、歩兵馬に弱いんだったな。歩兵は馬に、あ、電報登ってきた。そしてそこから火や。竜壁はどうする。こっちが行かないとダメか。だが弓に対しては歩兵が強いので、これ突撃で押し出せないかな。与えるダメージ、うん、6倍7倍、それぐらいなんか今ダメージ与えてたような気がする。これも上登ってきそうだな。そして劉備はこれ曹操自らか、登ってこられると厄介なので倒したいが倒せそうにない。今23日目。馬頭軍はこの部隊、祖国でいいのかな、ちょっと読み方ど忘れしたな。うん、倒しきれない。なんとか捕まえて初段まで持っていければいいんだけど。
くわ、さらに。欧州が頭いいはずなんだけどな。でも知力76か。でも向こう32なんでね、それでダメか。家計すらも、一方竜壁はここ電波倒せそう。あっと同士打ち。馬頭よ、何やってるんだ。しかも5回。うわー、そして火をつけられた。なんだ、向こう知力67なんだけど、で馬頭51なんだけど、なんでこれでこう抹消されるような状況になってんだろうな。前に行くか、それとも下がるか。契約消化、方向転換できてない。もう一回前行くって手もあるか。そしてさっきのお返し、捉えることはできなかった。かけいけるかな、いけないか。これよってこっち側一斉攻撃したい。一斉できないか、近接のみ。ダメだな、5倍ぐらいダメージを受けてた。あー、これしかもこれ門どうなんだろうな、開けられるのかな中から。あ、そして指揮を、あ、こっちか、よかった。電報の方取られたら一気に中から崩されそうな、そんな気配だったけど。今25日数が、欧州一斉は一斉できない。敵騎馬だから歩兵に強いので、混乱は、よーし、ようやく混乱。これ混乱した時に攻撃するとどういう扱いになるんだろうな。あー、ダメージそれなりに与えられてはいるんだけれども、圧勝とまではいかなかったな。もともと能力低いのと三すくみの影響で。近接1回。うん、これ十数倍だったな今ダメージ与えたの。バトはここで、ここか。ここは曹操の死体が入ってきてしまってる。縄文の前にとどまらせたかったんだけど、それは無理そう。26日目、中入ってこないだけありがたい。そして狙いたいのは、中入ってる人かな。中入ってるの狙いましょう。さらに火を、あ、自らも火食らってるね。電報の指揮取られたぞ。これで一気に攻められてどうなるか。電報でも異常壁ダメージ与えてもそこまで影響はない。降りてガンガン倒していきましょう。突撃やった方がいいのか、それとも通常3回の方が良かったのか。一斉ができないのかな、これまだ混乱してるね。じゃあもう強引でもいい。混乱してても
こんなダメージ食らった。一斉で、いやーこれ一斉でやってもそこまで大ダメージではない。 1.5 倍ぐらいか。うん、これ登んないとな。範囲を捉えられなければいい。まあ捉えられてもあと2日頑張ればいいだけ。でも舞台解散はね、作り直す手間がまたかかるから、そこら辺が厄介。劉備は案外強いんでね。あれこれ趙雲戻ってこないんだけど、なんでだろうな。彼らが戻ってくればもうそれだけでね、状況好転するんだけど、ここにいる部隊なんだろうな。いないか、そもそも部隊が。曹操がやってきたね。うん、そこまでダメージは受けてない。これ敵兵数いくつかが見えない。ああ見えた見えた、1240。これは相性は悪いけれども、近接でこっちが破れる。残り敵308だったんだけど、近接やってみようか。近接だと500か、突撃だと590、あんま変わんないな。じゃあ近接多くやった方がいいのかもしれない。そもそも死体だからそこまで一生懸命倒す必要なかったんでね。敵の本体であれば武将を捕らえる可能性が出てくるから倒すのも意味あったんだろうけど、どうするかだな。王子を下ろして、あこれ今家計で少し兵数減ったけど消化してしまった。まあいいか、ほっとくか。あでもこれ負傷兵が回復する恐れもあるのかな。どうなんだろうな。劉備が孤軍奮闘。さて今ちょうどプレイ中、我が軍の勝利したところで2019年1月1日になったっていうね。今やってるのはそういう正月のそういう時間帯にやっていて、無事勝つことができました。だがかなり減らされたからここから先が大変だな。また守り抜くのが。で舞台多分戻ってきたっぽいかな。いやまだ趙雲戻ってきてない。趙雲戻ってきたらどうするか。結構治安下がって防御力も下がって商業などの値も少しは下がってるので、ここら辺また内政をやっていく必要がありそうです。だがこの続きはまた次回以降やっていきたいと思います。続き興味ありましたらぜひ次回もご覧ください。ではでは。